ゴー！キッパー！ゴー！お疲れ様です。お疲れ様です。そうですね、飽きましたけど、しっかり強度の高い練習ができているので、コンディション自体はすごいいいかなと思います。そうですね、モレリさんがいないっていうのは、非常に、ディフェンスとして、頼もしい存在がいないんですけど、その分、他に入った選手がやってくれると思いますし、自分は、いつもと変わらずプレーしながらも、しっかりラインコントロールだったり、責任感を持って、プレーしたいなと思います。そうですね、アウェーの、スタジアムっていうのはすごい独特な雰囲気だったり、相手に乗らせてしまうと本当に難しい試合になると思うんで、自分たちが勢いよく、プレーすることも大事ですし、勝利のために全力でやるっていうのが大事かなと思います。すいません、お疲れのところありがとうございました。